時計屋を営むうちの父親が引退するって言うてきたんですよ。で、まあ俺としてはやめてほしないんやけど、あの時計屋の命であるね、目がもう限界やということなんで、まあ無理も言えないということです。で、今までよほんまに頑張ってきてくれたな親父ということで、その親父のやってきた功績を形に何か残したいなということで、この作品作ることにしました。あ、これジジ。お風呂入れて。すごい。お風呂入れて。またジジすごい独り占め。かっこいい。竹地ストアさんにお世話になって。すごい。変わらんな。変われへん。これは帰りの船。うん、太平洋の船です。なんででしょう。他の蝶ネクタイつけて。上りにはあれですよね、あのその店じまい感ないですよね。この前お話しさせてもらった時はね、親父からもあのいよいよ親父から引退の言葉が出てきたから言って、ね、僕が代替わりさせてもらうんですよっていう話やったんですけど、ちょっと最近になってお気持ちが変わっていただいて、まあ今まで来ていただいたお客さんの要望いうのが結構想像以上に多かったということと、お客さんにご迷惑をかけるいうのもあまり良くないだろうか、まあこれから前と同じような状態ではいきませんけれども、細々とそれもお客さんの要望に沿って協力していけるものは協力していきたいなと思ってますけど、うん、でもなんかあれですよね、あの規模を縮小してからなんかやるんですよね、うん、ここそうなんですよ。あの当初は親父があの引退っていう話をしはったんでね、ここをそのなんていうんですかね、僕今ここで介護の仕事をさせてもらってるんですけど、そのまま事務所にしてしまうのは非常にもったいないなと思って、で親父がおるから来てくれてたお客さんたちがこのままここに来続けるなんかええ方法ないかなって思った時に、まああのカフェをしようかなと、お茶を飲んでちょっとあの寄り道できるような場所としてあり続けたいなというふうに思って、でまああのここを今からあのカフェとしてね改築工事していこうかなというふうに考えてます今ね。なるほど。で裏にある程度お財布も納めて、あ今日は拝見するこんにちは。次から次へおいでの。はいこんにちは。いいことだと思います。辞、うん、めてしまったらもう突然生活が変わるけど徐々に変わっていって。うん、それに馴染んでいってくれた方がいいから、うん、ちょっとでも、うん、長いこと続けてほしいです。ジジ、え、時計直してる姿かっこいいです。いつもありがとうございます。昔から時計直してる姿かっこよかったです。これからも今までもお疲れ様でした。頑張ってください。頑張ってください。私はお父さんにはずっとあの時計屋さんをしていてほしかったので、本当に続けてくれるというのを聞いて嬉しかったです。ありがたいことです。はい、もうお客さんも言うてくれるし、家族のみんなも言うてくれますし、こんな幸せなことはないと思います。自然に店ができて、自然に
消えていくというのが私の考え、はい、そういうふうに持っていってるんですけど。本言うねんな。本言う文字言うねんな。なれへんかったら明日も仕事せん。終わった。29分も文字したらなります。おーお前や。なるでしょ。なったなった。よっしゃ。ほんなら、あの、親父は、あの、ちょっと こちらへ。こちらへ。お疲れさんの、はい、気持ちを込めて、うちの可愛い孫から。まあ、まあ、それはそれは、ありがとう。お疲れ様でした。はい、ありがとう。はい、お気に。映ってますか。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。まあ、新しい若い人たちにバトンタッチができましたことを嬉しく思います。ありがとうございます。まあ、これからまた引き続いてよろしくお願いします。はい、ちょっと泣いてんじゃないですか。まず感謝です。ありがとうございました。ほんまにこの店、ね、使わせてくれることを決めてくれはったこと、そして残してくれ、まだやってくれることが、うん、なんていうかな、ちょっと、うん、取り留めもない話になるけど、実は僕、日向ぐらいの年ぐらいかな、もう親父をすごくしょうもないなって思う時あって、ね、うん、時計屋をやってはる親父はかっこいいと思うんだけど、全く流行りもんに興味がない親父に対してですね、時計が当時ブームやったから、あんなやつ入れたらもっと売れるのに、あんなしたらかっこいいのに、そんな時計やったら俺やりたいのに、派手なこと好きな俺はそう思ってたんやけど、で、まあその間に自分は介護の仕事を見つけて、ね、別にそれ親父がしょうもないからじゃないんですよ、俺は介護の仕事がやりたかったんやけど、ね、そんな時期がありました。今その何やろ、独立して一生懸命その家族注文をね守ることを本当に毎日考えてる中で、おっさんが一生懸命このなんていうかな、40何年もあんま派手なこともせず、自分の面白いことも我慢しいの、ただただ守ってきたっていうことが、うわ、これすごいことやったんやなって今になって思って、うん、派手で見栄え良くて攻めることばっかり思ってたのに、あ、守るってすげえなっていうふうに今になってやっとその値打ちが分かりました。親父ともうちょっと二人三脚でやっていけるなと。42年やってまだずっとすねかじりですけどね、うん、子供ら嫁はんにとね一緒にこの店やれるっていうことを、経験させてくれたのも親父がここに残してくれた。よし、死ぬちょっと前まで現役でやってほしいなと僕は思いますね。ほんまにこのええ場所とね、ほんでこの町の中で求められるこのなんていうかな、信頼をずっと築いてきてくれたこととね、で僕らがやりやすいように本当に残してくれたことと、ね、親父のおかげで子供2人も気持ちよく子供に育ってくれていることも含めて、はい、今までの歴史全部ひっくるめてほんまにありがとうございました。ね、はい、では表彰状、山下勝則殿、あなたは40数年間時計職人として数多くの人を助け、数多くの時計に再び命を吹き込んでこられました。
また引退を撤回し現役続行を決めた根性は周りに勇気を与えました。その功績を称えてここに表します。平成29年9月1日株式会社山勝ライブラリー代表取締役であり家族代表山下克美、これからもよろしくお願いします。今までご苦労様でございました。ありがとうございます。拍手。気に、はい、頑張ります。頑張ろう。はい、OK。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫です。もう、動かしてください。動かしてください。はい、動かします。はい。はい、やった。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